はい、先月ラモト新潟での飲酒動画です。今回はですね、以前紹介したんですが、このいただき、なんと以前はアルコール度数 7% だったのが、なぜか 1% 上がって 8% になったんですよ。それで、新たにね、買ってきました。こちらサントリーのいただき。最初ね、見たときには、あれ?と思ってね、これ 8% だったっけ?って、最初思って、で、おかしいな。以前は、7% ぐらいだった気がするんだけど、と思ってさ。で、一応買って、で、ネットで見たら、やっぱり 1% 上がってるということで。ね。はい。第3のビール。コク刺激アップ。最高峰のコク刺激。高麦芽料、高発酵、高炭酸。原材料が発泡酒、麦芽とホップと糖類とスピリッツ、小麦と炭酸ガスとなってます。はい。1000円その場で当たる。なんとかかんとか。当たる?あ、外れ。外れだって。こういうのだったらいいよね。こういう外れとか当たりとか、ここに文字で、文字っていうか、文字で書いてあるからさ。最近のやつはさ、なんかさ、あれだよね。なんかいちいちサイトにアクセスして、どうたらこうたらとか抜かすでしょ。こういうさ、当たりくじ的な感じだったらさ、一発でわかるからいい。まさかね、アルコール度数 1% 以前結構最近出たばっかなんですけど、ねえ、どうやって 1% 上げたんでしょうかね。やっぱあれなんですかね。あの、喉越しの 7% が出たから、それに、あの、ね、喉越し生が結局多分売れてるんでしょうね。だから、これ、このままだと、これ負けるんじゃねえかって。でも実際、喉越し生の方がうまかったですからね。こっちはね、糖類が入ってるんですよ。だからちょっと多分甘いと思うんです。乾杯。うん。やっぱ糖類入ってるだけであって、ちょっと甘いです。まあ、以前と、アルコール度数 1% 違うんですけど、実際は、大して変わんない。喉越しの 7% のストロングのやつの方が美味しいです。今日はピザポテトの、モンスト、爆絶チーズミート味。最近ですね、寝ようと思ってるんですけど、寝れないんで、今、深夜の5時、朝5時です。最近本当に寝れなくて。いただきまーす。全然寝れないですよ。酒飲むとなんとか寝れるんだ。いただき。累計1億本突破だって。へぇ。トリプルハイステップスペック製法。かっこ、原爆銃エキス濃度、アルコール度数、炭酸ガス濃度の比較において、力強いコク飲み応え。飲みやすさ。旨味成分が多い旨味麦芽、リッチモルトを
中心にふんだんに麦芽を使用した力強いコク、高発酵、発酵度を高めることで実現したアルコール度数 8% の飲み応えとキレ、高炭酸により飲み応えだけでなく飲みやすさ、ただ甘いんだよね。そこは問題なんだよな。これあれだな、普通のピザポテトの方がうまい。あ、いただきの極上ゼロなんていうのが出るらしいですよ。糖質ゼロ。ただアルコール度数が 7% らしいです。これで 8% にしてんのになんでまた 7% が出るんだよ。よくわかんねえな。やっぱ甘いな。この甘さがやっぱちょっと、難点だよね。喉越しの 7% ストロングはうまいんだよな。普通に、ないんで。糖類入ってないから。喉越しストロングはね、美味しいです。確か普通にうまかった気したけど。普通に美味しかったよね、確かに。原材料に、そうですね、糖類入ってないんで。あ、入ってる。発泡酒、かっこ、麦芽とホップと、大麦と糖類って書いてあるな。大麦スピリッツ。あれ？じゃあ、ちょっと甘いのか？だったら。喉越しストロングもちょっと甘いのかな？俺、前飲んだけど。甘かったっけ？まあ、あんまり記憶がない。そもそも、アルコール度数 8% にできるんだったら最初からやれって話。なんだよね。で、この糖類はなんとかならんのかっていうのも問題ですよ。やっぱり。でも、いただきって1億本突破って書いてある割には、あんまり売ってないイメージあるな。そんなに売ってるっていう、なんか売ってないイメージあるな。まあイメージなのかもわからんけど。やっぱ喉越しストロングの方が、なんか結構大々的に売られてる気がするけどね。やっぱ甘いな。やっぱり甘い。サントリーのビール。では、新しいのが、4月10日に発売する海の向こうのビアレシピ。っていうやつ。が2種類出るみたいですね。
ああ、これもなんかあれだな、まずそうだな、なんか。最近ね、左のね、目がね、ピクピクがね、一週間以上ね、続くんだよね。何なんだろう。ピクピクピクって、痙攣みたいなのがさ、明日眼科行ってこようかなと思う。何なんだろうか。あとは、まあでもサントリーでやっぱ強いのはチューハイですかね。やっぱストロングシリーズが、まあ買うべきで。まあ、俺は嫌いなんだけど。そうそう、最近、アニメの、宅飲みっていうアニメがあるんですけど、宅飲みっていうアニメ。それで、エビスビールとかが、2018年の1月から放送中ってなってるんで、結構新しいっていうか、かなり新しいです。これをね、ちょっと見てたんですけど、ニコニコ動画で1話無料だったから見たんですけど、1話目が、エビスビールだったんですよ。あ、ここに書いてあるわ。1がエビスビール。2が焼酎ハイボール。焼酎ハイボール？焼酎ハイボールっていうと、俺が大好きな宝のかと思ったら多分違うっぽいですね。宝だったら一番でかいんだけど。普通の焼酎の、香類焼酎の炭酸割りみたいな感じでしょうか。結構ツーなのいくね。これも今度見てみようかな。焼酎香類の永遠の至高っていう、なんか知らない。岡山の？かな？ いわゆるあれですね。高級な焼酎香類ですね。俺が、そこら辺に並べてる4リッターのとかじゃなくて、4リッターで2000円とかのやつじゃなくて、高級な、香類焼酎使ってるやつですね。で、3話目が水曜日の猫。あー、これね。これ紹介するんだったら、ヨナエナエル紹介しろよ。なんで水曜日の猫なんだよ。ヨナエナエルと同じ、ジャパン、あれなんだっけ。ヨナエナエルの会社の、水曜日の猫っていう、ビールですね。ジビール。まあ、これは、どんな味だったか、ホワイト系か。水曜日の猫はあれで、小麦系っすね。それやったらやっぱり銀河高原ビールでしょうね。小麦ビールだとやっぱ、俺は銀河高原ビールだな。で、4話が、氷結。ああ、氷結ね。まずくなったけどね。氷結のチューハイと。で、5話がキティ。これ聞いたことない。なんだこれ、ワインか。あ？なんだこれ？ジンジャーエール？ん？キティってなんだ？
なんかワインを飲んでる絵があるけど、詳細はちょっとわかんないですね。わからん。ジンジャーエールか。わからん。6話が獺祭。最近飲んだ、俺が飲んだ50の獺祭飲んでますね。俺が飲んだ、まさに俺が飲んだやつ。最近俺が飲んだ獺祭。まあ。で、7話がカルーア。まあ、女の子大好き、カルーアミルクという。うん。で、8話が、角瓶ですね。角瓶を紹介するか。まあ、個人的に言うと、今の、角瓶の黄色角瓶、黒角瓶がなくなったからな。黄色角瓶よりも白角瓶の方が美味しいなって思っておりますけど、僕は。このキティっていうのが気になるなぁ。キティ?ちょっとググってみましょう。宅飲み。これまあ、原作はコミックですからね。わからん。キティって何?ググってみても画像が出てこない。キティっていうのは何なのかわかんない。何の酒なのかよくわからないね。何だろう。俺飲んだことないですね。キティって何だろう。キティって聞いたことないな。俺酒いろいろ飲んだけど、キティなんて酒飲んだことない。いわゆるキティちゃん、ハローキティ、ハローキティのキティですね。これはちょっと気にはなりますね。まあいいや。まあこのいただきは、まあ大したことないっていうことですね。ぶっちゃけ。今月、ようやく3月になって、3月1日、今日は暖かくなるらしいという。まあコクはそこそこあるんだけど、甘みもそこそこあって、香りはまあ大してない。これはまあ別におすすめはせんな。あら、映像が止まってる。また止まったの、これ。あ。おい。俺が使ってるのロジクールなんですけど、ロジクールのね、HD720p のウェブカム安い1000円ぐらいのやつ。なんだけど。これが調子悪くて、で、2年保証とかだから、だったらしいから、言ったんだけどね。電話っていうか、して多分今度届けてくれると思いますけど。4433です。これね、なぜかね、映像だけが止まるんですよね。映像が止まって、結果、音声は流れるんですけど、録音されるんですけど、でもたまにね、音声もね、最初から なかったりするパターンがあるんで。まあいいや、すいませんね。ということで、まあ大して美味しくない3段で、大して、甘いのが特徴ですね。うん、まあ女の人にはいいんじゃないですか。俺は、この甘さがどうにも。で、ご視聴ありがとうございました。